こっちみんななんだこれくつろぐな急にくつろぎだしたら足組むな足首な消えた完全にドナルド。<laughs> 誰誰誰いい笑顔。ああ、なんか僕はレストランをオープンさせて成功したんだけど、一年に一回なんかコンテストがあると。ああ、でそのコンテストに勝つために美味しいハンバーガーを作りたいと。だから夜のレストランに 秘密のレシピを盗みに入ろうと思いますみたいな <laughs>。いい笑顔 <laughs>。それでマックに侵入すんのねえだろマックに秘密のレシピとか言ったら失礼か。やっていきます。今回はマクドナルド、夜のマクドナルドに侵入するホラーゲームやります。プレイ。んプレイ。起きてる。あなたの命はあと3つ。どういうことうーわ。めちゃめちゃ雰囲気がいい。 秘密のレシピを入手することが目的。<laughs> ちょっとおもろいな。隠れることもできるんだ。もうこんな山の中にさマックないのよ。なんだ。すごい怖い。えー、これでも24時間営業じゃない？あ。待って普通に。<laughs> ちゃってえ店員さん、お客さん？ドナルドそれとも24時間営業だよね？ 正面からはさすがに入れないかあ、いや、ここ空いてるあ、空いてそう。あ、入れてる。<laughs> <laughs> ドナルドいるって。ちょ、ドナルドいる。あ、すいません。え、待って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 。なんか襲われそうな。え、なんでいや、今んところただの客。ちょっと待って、えおかしくない <laughs> だって今んところただの客だろ。これなんか襲われそうじゃないちょっと一回逃げますかいや、身長高くて怖めっちゃ威圧感あるやん。 ちょっとこれ逃げてみるえ、これ、襲われないよね、さすがにえ。だって、客だもんね、今のところ。一回ちょっと。なんでなんで何した <laughs> ちょっと命、減っこ、一個減った。なんでだよ。おかしいだろ、今のは。いや、お客さんでしょ、ただの今のは。もうなんかバレてんのかな。やばい、やばい、やばい。ちょっと逃げます。 <laughs> もうライバル店のなんかシェフってバレてんのかなもしかして。じゃないとおかしいもんね、これ。あ、え、いけないこれ以上。あ、これ待って、ます、まあ、いけないこれ以上。マジか、危なっ。でも、追っかけてきてない。まいてない。めっちゃいる。これ、しゃがんだり。あ、一応、しゃがえるけど、絶対 <laughs> あどこいた。あ、どこいたあ、どこいたどこいた うわぁ、ダメだこれもう無理じゃないあ、こっちは来れないんだ。ドナルド。今のうちにあ、危ないはははちょっと待って、これどうしたらいいの <laughs> 中に入った方がいいんかなもう秘密のレシピ奪い取るか。入って。厨房へ入れ、厨房へ。えっと、こっからか。すいません。ちょっと閉めて一回。よし入ったなんだこれ。バーガーか。 うわ、絶対こん中だな。ハッピーセットの。これ、ハッピーセットになんか、危ない薬品とか入れてんじゃないか。あ、ここに隠れることができる。隠れられてるこれ。え、どうやって出んのあー、出れた。秘密の、おーバンズ。バンズ持ってたけど、もう焦げてないおなんか、なに、バーが作れたバーが作ったなんで <laughs> なんでバーが作ったのああ全部作れたら ハイレルゼ的なことそんなわけないでしょどういうことおお持ってこれる持ってこれるあなんか作れるのでも作れるぞインタラクトああ、なんか捨ててるレタス捨ててるやべこれ怒られんじゃないこれ <laughs> 怒られない <laughs> とりあえずここにはい全部作ったよそしたら開く開かねえじゃんどういうことなんかバールかなんかん 開かないよね。バールかなんかないと開きそうにないよね。外から取ってくんのかな、バールを。これ作ったことによって何に変わるんだろう。うわぁりしたうわぁマジかくっそ待たれてた <laughs> ちょっと待って。やばいもう命がない。<laughs> ちょっと待ってくれ。えーと、これ外にあんのかな、バールは。なんか、あんま中にあるイメージないよね、バール。こんなしかマックの中に。 マックテンいますか店の中にバールってありますか教えてください、今すぐコメントで。これ、こういうとことかに、え、インタラクトインタラクトはできるけど別に何もないんだよな。いるねー。裏回れそうじゃないあ、回れないわ、これ以上。ってことは怪しいのはなんかそこに扉がもう一個あるんだよね。ちょっと、行くか、ゆっくり。あ、今んとこいない。ゆっくり行こう。なんでだよ。おかしいよな、てか。 なんでドナルドが徘徊しててぶん殴ってくんだあいつイメージキャラクターじゃねえの新庄武志あいえなんかなんか向こうにいるな警戒してないなんかあるなやっぱり絶対あやったハッピーセットだこれハッピーセットここに置くんじゃないあっえー、なんだろうこれなんか絶対さこの状態で扉を開けたらなんか襲われないとかかなえ怖い <laughs> いる <laughs> <laughs> 待って奥行きたいんだけどなあそっち行ってくれよし今チャンスだえ今のうちにバレんだよしなんだここトイレか一回閉めますなんだよこのトイレ ALT プラス F う捕まった <laughs> ちなみに ALT プラス F4 で今えー、なんだ何 見てんの？うーん銃。<laughs> ちょっと待って待って。<laughs> おい <laughs> おいなにそれ鴉流弾 <laughs> お？おいおい自分もろとも？<laughs> あエンディング3つあるんだ。<laughs> じゃない？<laughs> ちょっとめちゃめちゃ恐ろしいゲームなんだけよ <laughs>。なんでだよ。<laughs> おいなんで銃撃って鴉流弾投げてくんの？<laughs> これマックへの風評被害えぐいな。 ちなみにあのさっきさ、トイレの扉に書いてあった ALT プラス F4 っていうのを押したら、あの、パソコンの場合、ソフトがね、落ちちゃうんで、あの、気をつけてください、皆さん。はい。普通にあの、強制終了みたいな感じになっちゃうんで。あれはね、押したら終わる。でも絶対に何かあるね。あのトイレには。エンディングあと2つ回収しきりたいね。しかも絶対開かないしね、あれ押しても。 でも、ひどくねあ今どこにいるさっきも開けた時点で押されたからね。んいない。開いていててあそっち行け、そっち行け、そっち行け。扉開けてくんだね。あれ、マジビビったの扉開けてこられたら結構無理じゃないよし、今のうちに。なんか、なんか今、机の上とかにもなんかあったな。ソフトクリームみたいな。これなんだえあバールじゃん おい、捨てんだ、ここに何これバーガーかと思ったらなんか違う。脳みそみたいなの捨ててやる。ここ開かないんだな。うーん、これ絶対開かない。いいかやってみるか、でも。実況者として。え、ALT プラス F4。T、はい、ゲーム落ちた。だよね。知ってたよ。俺は知ってる上でやったよ。バール取ったの無駄になったよ。さあ、一旦まずバールを取りに来た。まずい。まずい。まずい。

頼むバール持っててくれ持ってないあーもうこれじゃダメなパターンじゃん <laughs> 殺意マシマシモードじゃんこれどうしようマジで走ったりできないんだよなこのゲームだからさほぼ等速直線運動だからさこれやばくね扉閉めたりこういうことをちょっとずつしていけばいいのかなそしたらバレなくなるあーバールバール もうどうしようああ、来てんな。ちょっと一回、一回扉閉めて。一回ちょっと個室かい、入って考えよう。もうこんなこと起きたらお腹も痛くなってくるでしょ、絶対。え行けるかあ。なんか今一瞬ビジ m スも止まった。いない。チャンスじゃない。あいつが、てかドナルドが奥行ったら、今です。 今しかない今しかない今しかないよしけっけでさっきと同じレシピを多分作るんだよねてかこれ待てよエンディング3つあるわけじゃんこれもしかしてエンディング変わるのかってことは3つとも回収したいからこの作ってない状態で1回入ってみるか開かないのシークレットレシピとかいや雑だな自ら秘密のレシピで書くってか開かない ってことは、作んなきゃ結局開かない、ああ、入ってる場合じゃないよ。作んなきゃ結局、入ってあっぶねえ怖え。え、帰ったあ、帰ったっぽい。ちょっと目閉めて。一回、あっぶねえ。いやこれなんで入っちゃうの俺はあの、オニオンを取りたいんだけどな。オニオンを。オニオン取らせてくんないのえー、っと、こっちか。 でこれオニオン取ってよしオニオン真ん中だねオニオン真ん中に置くでえーとこれバンズを真っ黒のバンズでハッピーセットがあっこわこわあいつ何やってんのあそこで止まって接客してこい外行ってよし来たえそのまま戻ってでここ いたあ,あえっ <laughs> もう取って車乗ってんのおっ何になになにええ引くなうそ <laughs> <嘘笑>いたえっ <laughs> あスタートなに <laughs> いやいややりすぎやりすぎ <laughs> お前やりすぎだろ <laughs> 秘密のレシピ取るだけでいいだろに <laughs> どんだけ恨みあったん <laughs> ってこれ3分の2なのエンディング <laughs> えっ あとなんだあのトイレのもう一個の鍵あの南京所を開けるっていうルートかなもしかして。あとなんかあったっけ中入ったら強制的にエンディングっぽいしな。まあ、自力で鍵探すしかないよね<笑><笑>、えー。えあの机の上とかに置いてあったりすんのかなもしかして。可能性あるね。なんかさ、いっぱい置いてあるもんね。ちょっと見てみよう。 ああ、ここも隠れられるんだってか。<laughs> なんだあれ <laughs>。待てよ、これでも一回入ったらもう出れない、二度と出れないんじゃないか。あっち向いてる間に。じゃあて、まずこっちはないのかなんもないね。うん、なんもないね。てか、紙も載せずに、バーガーをただこのトレイに置いてんのすごい気になるな。でもなんかあっちにさ、すごい、興味津々なわけじゃん、あいつ。あ、自ら来た。 うおぉ。これチャンスじゃないやばいいや、でもいい。ちょっと待ってよ。ちゃんと見ていこう。ええー、月になけど薄っ。2D 月になけど、2D 月になけ食やめて。うわあないな、でも。意外とこっちとか。んなわけねえか。なんか、意外と地面に落ちてるとか。え、え、これじゃねこれじゃん、鍵。<laughs> いや、ええ。なにそれ。雑な。 雑な置き方ででかいな、しかも。待て、これ。行ってみるぞ。えどこ行ったえあいつどこ行った待てよ。ドナルドどこ行ったあれえ噂しに行った噂しに行ったか、ドナルド。ドナルドはすぐ噂しちゃうもんね。あれいない。マジでいない。ん鍵取ったからかもしかして。閉めるよ。開けるよ中に入れとかやめてね。 10えっ <laughs> え何何反撃おい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 グロいグロいおい打つなどんなエンディングじゃ <laughs> おいとんでもないゲームだったなうわでも悔しいマックのあ,あの熱々の揚げたてポテトが食べたくなった今このあと食べに行きます さあ次は先端恐怖症ってことで日本の方が作ったホラーゲームなんか何かに刺さってるねこれはなんか医療道具手術とかするときに使うものっぽいけどやってきます先端恐怖症僕は先端恐怖症ではないかもな特に恐怖症とは特定のある一つのものに対して心理学的及び生理学的に異常な恐怖を感じる症状のことを言う ほう、皆さんありますか？何かしらの恐怖症？僕はあの大人数恐怖症ですね。<laughs> うん、あの1対1とかだったら喋るんだけど、大人数あ,あと初対面ほぼ初対面の大人数とかマジで無理だね。私も実は恐怖症あるんだよね。先の尖ったものがすごく怖い。それでも夜勤専従看護師として働いているうわー。あすごい。立派な職業。 看護師なのに先端恐怖症なんて信じられないよねうわまあ確かに医療器具が尖ってるもの多いかそういえばなんで先端恐怖症になったんだっけ最近忘れっぽくて嫌になる今日も仕事か何事もなく終えて早く帰ろうなんでなったんだなんか関係にそ何今のほほほ始まった <laughs> ここが働いてる病院ってことかなエンターで閉じるライトのオンオフもできんのか はいはいはいまあライトがいらないくらい明るいっていうか暗いな病院にしてはうんいやあんまりここの病院にお世話になりたいと思わないでしょっていうくらい暗怖いけどあー開く <laughs> 休憩のためのやつが置いてあるあ椅子軽っ食べれるこれ食べれるなんかあんのかなボリボリ言わないでしょここは開かないなんで洗濯用紙になったんだちょ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 ,ちょ,ちょすごい邪魔 うーんなんかまあ、医学的な何かでってこともあんのかな今なんか出た情報収集生は死、死は生。意味不明だけど。それ。それ意味不明だけど。まあ、生きてるものはいずれ死ぬ的な死んでるものはいずれ生き返るみたいなそういうことうーん。身長意外とこの人低い。おナースコールが鳴っている。取らなきゃ。あ、これナースコールか。電話かと思った。ナースコール。 多分この受付で鳴るんだよね。えー、っと、あ、これか。来た。701号室からだ。伺いまーす。あ、え、ナースコールって俺あんまり知らないんだけど、喋れたりするの看護師側から。鳴らすだけじゃないの喋れんのかな今のナースコールって。うわー、すごいなぁ。701号室。 おあ、今あったな。あったけど不安。簡単に入っていいんかあら、きれい。<laughs> あら、きれい。ここ7階ってことかなああ、お邪魔しまーす。誰もいない。何もない。何だったんだろう戻ろうかな。<laughs> はなんだ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 電気がビリビリなった。これは何これ <laughs>。お水貯めとくどこみたいな。水飲み場おーおかしいね。 こういうことって実際あんのかな誰もさ患者のいない病棟からのナースコールみたいなああ実際機械の不具合とかでもなんか怖く感じちゃいそうだよね702号室だ何だろうおいおいおいこれを繰り返すのかさては絶対どっかでえぐいこと起こるなこれ702ここだいやいたけどなになに 小さい頃の記録記憶覚えてるえこれコストコに売ってるクマじゃないどういうこと懐かしいお気に入りのクマさんだいやおかしいでしょここにいんのいや待ってそこに突っ込んで小さい頃体が弱くてよく入院しててあそうなんだお友達相手になってもらってたなえー、なんかそれでさ入院よくしてたから看護師さんに憧れてみたいな結構素敵だよねそうだあの頃看護師さんに優しくしてもらえて えー、それで看護師を目指そうと思ったんだうわ素敵きだ何だなんか声聞こえた何今の声聞こえたなでもまあねワンマンってことはないだろうからね <laughs> え誰か普通にね働いてる看護師さんとかいるんじゃないのまたなんだどういうことだ何であそこにクマがあったことに対して何も言わないんだ主人公は703もう当たり前かのようになってるけど この、毎回かかってくんのが、ナースコールが。七ゼロ三こっちかなここだ。お邪魔しま。えな、なんすかこれ儀式っすかなんか。看護師は人の役に立ててる実感がある。うん。いや、え、だから、え、いや、それはそうだと思いますよ、僕も。調べる <laughs>。こ,これ、なにこれ危ないだろ、火。燃やしてたら、こんな人もいないとこで。そこじゃないか。なに 帽子機を思い出すなあなんかあれかな看護師になった日のことなのかなこれは思い出すうん、なんかこういう儀式があんのかな帽子をかぶる日ってことなのかななんだ水の音え涙ってこと今の何だろう今の自分の涙の可能性あるもしかしてえなんかすごいんか音おかしくないナースコールの。 7 0 4号室か。え、なんか今音おかしかったよね、絶対。ちょっとなんか本当に水の中にいるかのような音の響き方してたけど。704、ここだ。え、カラーテレビカラーテレビじゃないわ。なんていうんだ、この放送が終わってるテレビ。なんで忘れちゃったんだっけどういうことうわぁ何か大切なことを忘れてるような。何、かさぶたこれかさぶた映ってるよね、テレビに。どういうこと 大切なことを忘れているちょっとうるさいあー止まった先端怖症になった理由の大切なことってことなのなんかここから出れるよてかあここから出れへんじゃ,行かなきゃなんで先端怖症になったのかがこれ大切な何かなのか忘れちゃってるけどえどういうこと 刃物がたくさん怖い怖いよみんな持って握ってるねえ手形もあるしあなんか今調べられそうだったなんでこんなことにえどういうことどういうこと怖い怖いよ <laughs> いや怖いけど <laughs> めっちゃ血が出てるよ何があったうわな何だ何だ,何だびっくりした何だろう気持ち悪いびっくりした今これマネキンの手だよな 怖。何を忘れてんだいや、もう音やばいって。爆音爆音。音割れすごい。706。え、助けて。誰の声男の人の声っぽかったけど。なんだなんか、あ、絵が変わってるうわーグロー。なんかグロい。よくわからんけど。なんだろ、これ。べっこう飴赤いべっこう飴みたいな。 黒すぎる。なんだ。何これ。え。何かあったん。顔。え。え。私の頭。<laughs> 私の頭。わ。私の頭。でも助けてっていう声、男の人の声だったよな。<laughs> うわ。おいおいおい。なんだよこれ。 何を忘れてんだクマも真っ赤だえ何を忘れてんだ何で頭が、うん、うわえびっくりした <noise> XX 病院付近にてバラバラにされた女性の遺体が発見されてから1週間以上が経過した付近の防犯カメラに映っていた40歳から50代とみられる男性の捜索待ってえハサミで主人公がバラバラにされ そのバラバラにされる時に先端教症になったってことえ怖そういうことじゃないこれ1週間経ったんだねむごい事件だったね本当にねあんなにいい子だったのに仕事もできる子だったから夜勤で顔を合わせるとホッとしたよこの人とペアなら安心だってなのになんでそういえば最近病棟で若い女性の人影見る気がする やめてよ不謹慎だよごめん早く犯人捕まるといいねこれはだから同僚の看護師さんの会話ってことだよねそうだね今日も仕事か何事もなく終えて早く帰ろうええ怖っそういうことでしょだからもう死後の今の世界でそこで先端教室だったんだいや怖すぎ <laughs> いや面白かった たのかもういや怖いゲームとしてはすげえ怖くてもっとね長編をこの方の長編を見てみたいと思ったけどいや怖かったさあ次にやるゲームはね「ウィジャ」っていうゲームなんだけど、まあ、ウィジャって何かっていうと、まあ、ここにあるんだけどウィジャボードっていってまあなんかね海外の、まあ、映画とか、まあ、ホラーゲームとかでもたまに出てくるんだけどコックリさんだね日本でいうところのなんか勝手にあのー、ね 物がこう動いてなんかまあなんていうの霊っていうかまあ、そういうのが受け答えしてくれるみたいなまあ日本でいうところのコックリさんみたいなものを遊んでいくホラーゲームかなり面白そうやってこうと思います皆さんは絶対にやらないでくださいコックリさんもね危ないですからねえー、っとあーあーなんか魅了されないでくださいみたいな感じかなその 悪魔に、悪魔に魅了されんなよ。みたいな。<laughs> いや、なんでここでやろうと思ったそんな怖いものを。ねえ、あ、置いてあるわ、もうここに。え誰もうこの、この、もう、霊がもう明らかに宿ってる。<laughs> いや、そんなことないね。時計引く。時計の位置。目線と同じ位置に時計あるけど。もっと昼間にさ、<laughs> なんでマネキンがあるんだよ。 もっと昼間に明るい部屋でやろうぜ。ねえ、バットとかも置いちゃって、こんなバットが、もうね、悪魔がバットを持って振りかざす気はどうするなんで十字かもう怖いものしかないじゃん、この部屋。<laughs> ちょっと <laughs> ね、ね帰りたいもん。いや、家か、ここ。<laughs> なんでここでやろうと思ってんだよ。あいや、やるか、とりあえず、ユーズはいはいはい。声をかけると、これで。 えー、かけます。ハローおお火ついた勝手に火ついたよ、今 <laughs> 今勝手に火ついたよね <laughs>。誰か、誰かいますかああ、動いてるこうやって答えてくれるんだよ。イエスいます <laughs> これで、どんどん答えてくれるっていうのが、ま、あ、ウィジャーボードだね。なんか、ここね、例えば、ポッキーだったら、こう、P、O、C、 K, Y みたいな感じで動いたり、うん、するんだよね。で、名前は何ですか君の名前は何だ ?A, B. ええ、エビ、エビゾ違うかあ、アビ、アビガ、<ん>アビガイ。アビゲル、アビゲルらしい。こ、今ここにいるのは、レ、レイかな あなたは何歳ですかえー、これなんか質問で変わってくるのかなまあ、あなたは何歳ですか聞いてみるか。何歳かは気になる。10代いや、100何歳の可能性もあるのか。17、17歳若なんで死んだんだもう死んでるから例になってこれウィジャーボードでね、あれがあるわけだから。なんで死んだんですかえ切る キルド殺されたってことだよねえー、?17 歳で誰があなたのことを殺したか覚えてますか聞いてみるか。ノーだ知らないんだえ知らない人に殺された17歳なんだ闇深いな。えーっとうーん、あなたは、えー、っと、何か 何,何を何を覚えていますかみたいな感じかな。方法かなどうやって殺されたかは覚えてるかみたいな話かな。p a p p イパイ p a i n インか。ペインってことはなんだ痛い殺され方をしたみたいな感じかないた痛みみたいな感じかなだから毒殺とかではないみたいな感じなのかな 自分がどこにいるか知ってるかいどこにいるのだだーダーク闇暗闇にいるってことダークんこうなんだダーククククんコールドあー暗くて寒いところにいるえ冷蔵庫とかってことじゃない違う えーっと、質問が二つあるのあなたはアザーサイド向こう側に行っちゃったのみたいな。あなたは一人ですか向こう側ってどういうことだから死んだ、あの世に行ったのかって見える質問かな。行ってるでしょいや、行ってないのか行ってないから今ここにいんのか受け答えできてんのか一回聞いてみるか。これ同じ質問できないからな。 スタ,ッスタックスタックスタックってなんかとどまるとかって意味かなゲームでスタックしたとか言うもんねスタックヒアってことはまあ、ここにとどまってしまっていますみたいな感じかなうんあなたは一人ですかって聞けるの聞いてみるか一人なの ?NO! え 誰かいるのえ、もうどうしようここに <laughs> バーっていっぱい人いたら霊がいっぱい座ってる可能性あんのかうん誰と一緒なのお母さんとかかなビババッドほえグラスが飛んでったバッドってどういうこと 彼らは今ここにいますかいや今これ動かしたのは誰ヘビゲールアビゲイルじゃないイエスいるじゃんここにもめっちゃ周りにやっぱいるんじゃん私は今危険ですか <laughs> 危険にあなたは危険ですか <laughs> 私私の確認させてまず俺今危険イエスおいイエスなんだヤやばい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 。嘘でしょやめてよ え、どうしたらいいのどうしたらいいの一体ねえなんでそんな危険ってもう危険って言われても <laughs> もう何でもデ,デ,デーモン悪魔ってこと悪魔がいんの彼らは彼らもここにとどまっていますかみたいな悪魔がここにいるんだって彼らもここにいるのでも見えない暗くて。 <laughs> 来なくて見えるノー <No> <laughs> え彼らはカミングフォーミー私のところに来ますかグッドバイえちょっとええ来るのちょ待って待って待って <laughs> そんな無ちゃなどうしたらいいの <laughs> とりあえず十字持つえ持てる持てる本当に十字がなんかキラキラだなこの十字なんだこれなんだこれ あ,あのなんだこれいる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 デーモンいるでもいるでもいる <laughs> ちょっと待ってえっどうしたいのこれ当て続ければいいのこれでもいるでもいる,いる目6つあるこのデーモンえっとど,どうしたいの顔に当てればいいんかこれなんだこれおいデーモンもし帰って静まっておお聞いたのか十字架 <laughs> 終わった <laughs> 怖いってなんでだよ <laughs> なんでデーモン来たんだよ <laughs> なんで俺を俺が標的なんだよ <laughs> まあ皆さんこれがね軽い気持ちでコックリさんをやってはいけない理由です。はい。でもおもろかったこのゲーム <laughs>。はいということでえーっと皆さんいかがでしたでしょうか今回もね3つのホラーゲームやりましたがまあ皆さんもねほんとに夜1人で どんなに苦しかっても、ウィジャーボードとこっくりさんだけには手を出さないようにしましょう。デーモンがやってきます。では、ポッキーでした。またお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。